おはよう。おはようございます。何また悪くなった？ごめん。また最近ちょっとね。水曜日木曜日あたりよりはだいぶ良くなったけど。似てねーこれ似てる似てる似ちゃわせなしで似ちゃわせないよ、この色がね長いグレーグレーグレー これ白でも黒でもなるほど、ヨコちゃん青だったから、ヨコちゃん青チームで乗ってくる。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃんけんほい、はい、どうぞ。最初はグーじゃんけんほい。あーまんまるさんラーメン屋に行ってラーメン1軒目てあげる。だからいつまでたってもいけねえじゃんっていうなんか感じの時ってもう止まっちゃう。俺逆にね、うん、いやそれだったらね、後ろそのうち後ろこんだけ並んどるんだったらどっかに左入ってくる人がおるで、そういう人がおったらスッていけるかなって。要するになるほどね、行く人がおったら、あ、はいはい、そういう逆に左入ってくる人がおればヒュッとその間にスッとこう出れるじゃん、はい、さあ4台も5台も譲る人おるじゃん、まあ、中にはおる。ずーっとさ、ここにあるおい勘弁してよ、もうノロノロ運転なんとです、ただいさえ進んでないのに4台も5台も入れんなよとか、昔あの頃飲んでもそんなさ、まあね、飲酒運転ってあんまりやかましいこと言わなかった、あの時代。サーフの時に酔っ払って帰ってでガードレールとお友達になってガガガガガ今無茶走ったらもう変な安全装置が働いてピッピッてなったり無茶走ったトラリコで取られて、ね、こんなやつがおったみたいな動画で動画であのアップしてる人が煽り運転のシリーズあるけどさ、俺暴走族に囲まれたことある昔高浜か碧南の方でこんなことないよ産業道路走っとったら若い時じゃあ最初はね赤信号で止まっとったの、俺もし後ろが暴走と来たあなんか賊が来やがったんだブンブブブンブブ言いながら囲まれちゃってさ赤信号だけどそいつらも一緒に止まるのよ、ああ信号普通行くじゃん、うん、だけど囲まれとるのよ、うん、俺走会うんだってスタートするじゃん、うん、ずーっと囲まれてずーっとああもう一緒の族の仲間みたいな感じそうそうなんだラッパーゴッドファーザーかなんかそれに鳴らせてレレレレレレレとか言っちゃってジャーって言っちゃったけどまあそうあいつが乗っとるがや、うん、ちょっと彼氏ちょっとおちょくったろめみたいな、うん、カリーナ横倒しになったことあるステンダークマウタンカリーナ GT カリーナ GT ETG ソレックスそうそうそう DOHC DOHCソレックスもうかぶっちゃってかぶっちゃってもうなんかボコ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 いっちゃってもう走ってかい。えちゃんのケンメリでもあの時やり何で落ちるんですか。普通に落ちない。そうだねあれ懐かしい。てっちゃんのケンメリかっこよかったよ。マジあいつが GTO に乗っててさ昔ギャラ、ね、ギャラの GTO わかる。あわかるわかる。あれはあいつピンクに仕上がってな。あれ乗って、やっぱ 100m 道路の部屋走ったのが恥ずかしかった。セントラルパークの部屋走ったことも恥ずかしかった。注目浴びちゃってさ、あいつはすぐ本当にね、彼女彼女みたいな、よくありがちな、どこ行くのよとかさ、どっから行きたいのよとかさ、来て、声かけることもあったけど、ちょっと落ちして、降りてって、まあ、あの頃どうだったかな、成功率の本当 1% とか 2% くらいだろうな。もっと低くない？もっと低くない。まあ、境行くとさ、岐阜県の女が多いんだわ。なんか名古屋来る。なんか岐阜県民を、まあ、全部敵に回しとんな。どっから来たのって言うとさ、大垣とか言うと、あ、ほんと、じゃあねーとかさ、多治見とか言うと、じゃあねーって。なんか周りの土感が時代を感じる。てっちゃん、あの頃あなたもな、車より高いコンプつけとったもんな。アルバイン。あそうだよね、車
車より高かったよな、アルファイ。ライザーがついてる。ああ、これでいろいろ光がピカピカしてる。そうそう、だからクイーンだとか、マドンナとか、マイケル・ジャクソンだとか、人気どころで言えばな。エクトリック・ライト・オーケストラ。バーヘレンとかあの辺のさ、ポンドあのヒット曲がポッと。ああ、で、ディープ・パープル。ディープ・パープルは聞いたね。チェッペリンとかね。ACDC とか。ベリンダーとかさ、レインボーとかね。レインボーあったね。ホワイトスネークとかね。ああ、懐かしいね。ケルシェンカーグループとかね。ケルシェンカーグループあったね。ジェフベック。ジェフベック。時期が時期っていうのもあるけどね。今日な。牛の日っていうのもあるけどね。牛の日は無限系じゃない。終わったじゃん、でも。昨日か。牛の日、今日でしょ。今日、うん、え ?2 回やった。違う。今日、一昨日だよ。もう、そう。終わってるよ。あ、そうなの?平日だよ。え、マジ?終わってるよ。え、土曜の日ってさ、土曜日じゃないからね。土曜日その。ビシッチ絶対やる人、やっとる人間が。いや、なので、通りからさ、枝分かれする道がいくらでもあったじゃん。で、どっかから来たような車がさ、脇道入ってさ、止めてやっとる。うん、そこら辺。だらーとか言うんだよ。え、だらーって使うの?え、使うよ、おい。普通に使うよ。え、愛知県でも使うよ、おいって。え、そうなの?俺は、三河地方なんだけど、俺は使わんけど、おいって。って愛知県でも、愛知県でも使うんだ、だら。使うの?おいって。地方か。東海デジタルフォンから、J フォンぐらいの時かな。東海デジタルフォンのこれね、もう。東海デジタルフォン、うん。うん。友達を探しましょう、みたいなさ。そういうメール友達を作りましょうみたいな、うん。携帯電話会社が運営する。だからさ、変な桜みたいなやつとか変な、そんなお金目的なんて言いなくて。女が食いついた。チンチン出しちゃって。なんかあれ、あれ、クメに似てない、あの人。じゃ思ったほど混んでないから。クメに似てない、あの人。ちょっと紫っぽい水色した。クメっぽくない?もっと個性的だと思うよ。そのあれでしょ、縁起のいい、うん、そう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 、ね、あ、ほら聞いたことあるわ、ほら聞いたわ一回、シウマさんっていう沖縄の人だったかな、数字占いする人は世の中にいっぱいおるんだけど、うん、今まで俺も気にしていろんな人を見てきたけど、付きまとってんだ、付きまとって無意識に、無意識に、無意識に、なんかすごい付きまとって、それは本人は気がついてないんだ、いろいろ変えさせたよ。たらまあ、どん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 良くなってと、数字もこれにしろって言って、そう、うん、もう携帯これにして、うん、この番号にして、携帯番号これにして、うん、で車の番号変えれるんだと変えてとか、うん、もう全部変えさせた、うん、もうとにかく悪かったからいろいろ、でもそれがもう少し軽くなればいいねっていうことで、うん、ちなみに俺の携帯下4桁だから長男なんよ、うん、もう後継ぎだし、ご先祖様を受け継いでいく、人だし、お墓とか、法事とか、そういうのもちゃんと大事に。まあ、生きてる人が一番大事だから、嫁さんは生きてるお父さんを、しっかり大事にした方が、もっと運気は上がる。もう実家だよね。そこを大切にするっていうことをした方が、いろいろいいことが起きてくるし、怪我とかも軽く済んだり、やっぱりあるな、そういうこと。変えれるものは変えた方が、その人は変わってくなって。この中の番号から選んでくださいって言われて。そうだね。その時、仕事で。あ、でもそれはだから自分が、外してないよ。うん、必然なんだ。必然なんだ。うん。まあ、本人もね、なんか言ってた。俺、私他の仕事は向かんわ、言って。うん。向いている仕事だと思うよ。うん。ちょっと人から注目されたりとか、した方が運が上がる人、うん、ちょっとまあ目立つところで、うん、ちょっと表舞台だったところにそういた方がいい人、うんうん、サービス業だね、意外と、ね、接客の仕事の方が向いとるって感じなんだろうね、ジューシーだね、でももうこんだけ車詰まってんだもんな、多分ね、さっきの煙が、誰の、あれが誰のか知らんけどさ、多分8人だから、
いっぺんに焼けへんだろ、発泡も。もう今のうちから焼いとったのね、さっき。ちょっとね、ナオミがね、もうちょっといい感じに止めてくれると、止めやすいんだな。うん、ちょっと慣れたもんな、これ。車が肝になった。K なら止めれるけどな、普通乗車ちょっと、ちょっとしんどいな、うん、やっぱり車続々と重心だと、まあみんなはやっぱこれの人分かってんだな、まあほぼほぼ浜松ナンバーの人だからさ、地元の人、ね、人気あるってことはやっぱりいいんだよ、まあ、開店前に来な、まあ食えんぞって思っとんだ、うん、美味しいんだ、まあ、ここでこだわってもうあれかもしれんね、ここ連車はもう浜名湖のうなぎしか使ってないのかもしれんね、まあそうだろうな。一緒一式とか使うんじゃない？九州もう使う？使う。あっか、うん。こだわってそういう風でもないか、これは。でもなんとなく、うちらからすると、なんかやっぱ、浜松のここら辺って言うと、やっぱ浜名湖のうなぎだからさ、今度タケノコだもんね。浜名湖のうなぎでこだわってほしいっていうのもある。気もあるけどな。ない、そういうの。ある。あるよね、なんか。それを出しちゃうと、その、決定するじゃない？そう思う、俺そこで育てばいいんでしょ？なんとなく希望はね。そう。浜名湖、ここら辺のうなぎだったら、やっぱ浜名湖さんのうなぎやろ。ご飯もね。うん、そう。全部ね。そう、だから、こんなとこで、鹿児島のうなぎは、ないだろうってさ。牛や豚、鳥も一緒。座ってたの？トモさん座り。このトモさん座り。何度、よろしく。思わん？あの、タレがかかると、ご飯が進むよね。なんかご飯の量が少ない感じのね。そう。なるほど、それが。うわ、午後もあるね。ジャ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 ーン。熱いですよ。一番じゃないけどいい。食べるとかね、トムさんが聞いたね。私もその辺の薄いから気になって。ね。雨ってきたってね、細くなってきたよ。そう、この辺、まあ、だから、だいぶ広い。汗かくと、すぐにこう、だいぶ、ね、そのチェック。俺もなくなってくるよ。例えば、うちも染めてたのないで、一緒に。でも、かえって染めたら、もう、染めたことないけど、最悪これ移植してこっちも染めて。できるまの色も白いし、白するんだったら、俺もここだけ真っ白。そういうことだよね。いや、でも、こっちのシャツを、ここら辺から、バーッと真っ白。ここの、これが毛が入る。箱なんだけど、うなぎの量が違う。でも、結構、なので、それを整えたこの、ここから毛が生えてる。ちょっと多すぎじゃん。うなぎとかね。ハサミで切って。もう1本は入ってるけど、うなぎはもうちょっと本気なんだよね、多分。多分じゃん。ここが一緒なんだね。一番大きいメーカー。大きいなんだ。カリカリ。どう？期待通り。外はカリ、中がふわ。期待通り。おやすみください。失礼いたします。どうぞ。いい香り。おいしい。すごいね。ここまで香る。でもね、ここまで香らないの。本当。すごいね。ちょっと醤油があんまり甘くなくて。ちょっとご飯が少なかったんだよ。大盛りにしないか、また山椒、あ、タレいい感じだね、ナオミ。タレがいい感じ、うん、いいわ。なんか甘だるいんだね。そうなんだ、初めは美味しいと思って食べるんだけど、中盤ぐらいからね、ちょっと飽きてくるの。トモさん、どうすか？おい、どうすか？どうすか？生きとった？まだ。何が？まだちょっと生きとった感じ。さっきまで生きとった感じ。
ふにゃふにゃのうなぎがいらんから。お疲れ様でした。入るよ。怒られてくよみたいな。